ムンバイ FC はインドマハーラーシュトラ州のムンバイを本拠地としていたプロサッカークラブである2017年に解散したムンバイ FC はムンバイの有望若手選手に対して地元で活躍する場を提供するため2007年6月27日に設立された同じムンバイを本拠地とするエアインディア FC そして同じマハーラーシュトラ州を本拠地とする プネーエ FC とはライバル関係にあり、マハーラーシュトラ州に所属するこの3チームの対戦はマハーダービーと呼ばれた。ムンバイ FC は2007年6月27日に正式に設立された。クラブはムンバイを本拠地としており、ムンバイの有望若手選手に対して教育機関以外において地元で活躍する場を提供するために設立された。ムンバイ FC は クラブの目標を強いトップチームを作ること、ポテンシャルの高い若手選手をトップチームに引き上げるための良いユース育成プログラムを整備すること、ムンバイに良いサッカー文化を作ること、ムンバイのサッカー環境を整備することに設定した。クラブはイギリス人のデビットブースと契約を結び、このプロジェクトを開始した。その後、チームはサッカーインド代表にも選出されたアブヒシェクヤーダブ。 ハーリード・ジャミル、ノエル・ウィルソン、カルヤン・チョーベイなどの選手や、有望若手選手のデーン・ペレーラやダレン・カルデーラと契約を結んだ。クラブはさらに、フェリックス・ワボアギエやジェームズ・ディッシュ・ラマーのような、外国人選手も獲得、監督に就任した、アック・イール・アンサリと共に2007年に11月に、活動を開始した。ムンバイ FC は、クラブ初の大会となるムンバイ。 フットボールリーグエリートディビジョン2007に参加した。ムンバイ FC は初の試合となったムンバイフットボールリーグでの RCF との対戦においてデーエン・ペレーラが得点を挙げたものの1から2で敗れた。ムンバイ FC は2試合目となったベンガルムンバイ FC においてアビシックやデブが4得点を挙げて7から0で初勝利を手にした。クラブはアビジットコドム。 メモリアルカップでクラブとして初めて優勝を成し遂げた。この大会では当時アイリーグに所属していたバスコ SC を破って優勝した。クラブはアイリーグに所属していたマヒンドラユナイテッドに続く2位でムンバイフットボールリーグエリートディビジョンのシーズンを終えた。クラブは2008年に初の全国リーグとなるアイリーグの2部リーグに参加した。 クラブは、モハメダン、インディアンバンク、アミティ・ユナイテッド・ FC、オイル・インディア、ニューデリー・ヒーローズ・ FC と共に、グループ B に入った。ムンバイ・ FC は、グループの最初の4戦に勝利した。モハメダンとの最終戦のみ敗北を喫したものの、クラブはすでに1回戦進出を決めていた。ムンバイ・ FC は1回戦で再び、モハメダンと対戦して勝利、グループリーグの雪辱を果たした。 二回戦では同じマハーラーシュトラシーを本拠地とするライバルであるプネー FC と初めて対戦、勝利した。これはマハーダービーの始まりとなった。クラブはその後インディアンバンクを破ったバスコエスと引き分けた。プライアーグユナイテッド FC との対戦では途中で退場者が出て10人での戦いになったものの勝利してアイリーグへの昇格を決めた。 クラブは2008から09シーズン、初めて、アイリーグのシーズンを戦った。クラブは2008年9月27日に、インドサイコのクラブモフンバガニ AC と初めての、アイリーグの試合を戦い、アーベル・ハモンドが、ムンバイ FC として、アイリーグ初の得点を挙げ、バラサトスタジアムにおいて2から1で勝利した。ムンバイはもう一つのコルカタの競合クラブである、イースト・ベンガル FC もアウェの地、 ソルトレイクスタジアムにおいて、フェリックス・アボアギエが挙げた得点を守り切って1から0で破った。ムンバイは2008年10月11日に、ホームスタジアムであるクーパレッジ・グラウンドにおいて、初めてのアイリーグのホームゲームを開催し、コリア・クーロー・スンガンがこの試合唯一の得点を挙げて、勝利した。シーズン前半終了時点において、ムンバイ FC はリーグ6位につけた。しかし、 クラブはアイリーグで高成績を上げ続けることはできず、これまでの最高成績は7位となっている。クラブのロゴはインドモンの前に黄色いシルエットのサッカー選手が配置されたものとなっている。ムンバイ FC のチームカラーは黄色と青である。これはクラブのロゴに由来している。ホームゲームを戦う。サイのユニフォームは上が黄色、下が青、アウェーゲームを戦う。 サイのユニフォームは上が白と橙、下が黒である。アイリーグに昇格する以前、ムンバイ FC はクーパレッジグラウンドをホームスタジアムとして利用していた。スタジアムの改修工事のため、2010から11シーズンのアイリーグでは、クラブはホームゲームをコールハープルのラージャルシャーフスタジアムで戦った。2011から12シーズン、クラブは 同じムンバイを本拠地とするエアインディア FC と共にホームゲームをプネイにあるシュリー・シブチャトラパティスポーツコンプレックスで開催した。改修工事の完了に伴い2013年1月にクラブは再び元のスタジアムでホームゲームを開催することとなった。ありがとうございます。